か私はラーメン食べながら歩くっていうのが抵抗あるわ。万平さん、私の頭が硬いっていうの？私は武士の娘です。松坂慶子です。モノマネまた始めます。はい、ありがとうございます。言ってるよね、言ってますね。お母さんはどうなった？松坂慶子さん。まだ生きてました。まだ生きてました。天気よくってお花見には最高ですね。七分咲きぐらいかな。ソメイヨシノすっごい綺麗に咲いてますよ。気持ちがいいですね。で、春休みですからもう家族連れが多いのね。君ちょっと訪ねてもいいかな。どうしたの？2人とあと誰が一緒に来たの？お父さんとお母さん。お父さんとお母さん紹介してくれるかな。どこ？こっち。ついてこ。あ、こっち。あ、こんにちは。いや、行ってきて。行ってきて。初めてですか、ここは。初めて来て、ものすごいいいところだなと思って。ね、広さもね、ちょうどいいし。そうですね。ね、え、この子。この子は別の子です。別の子ですか。いろいろ、いろいろ。今度女性が2人もいる。こんにちは。どちらが奥様ですか。右が、で左の方の子のお母さんが来ました。あ、そうですか。あ、お友達でよく来られるんですか。お花見行ったりとか。そうですね。たまにもう子供が外に遊びに行きたい時はもう私はこの中で。この中で。あ、この中に入って。ここは何か調べたんですか。今日なんか本に載ってたんで、なんか来てみようかなと思って。どちらの方から来られました。長いようです。ここはよく来られます。いや、ちょうど花見で遊びに来たところ、うん、あ、初めてですか。じゃあ、いや、花見シーズンはね毎年あ、そう、3回、4回ぐらい。あ、そんなに綺麗ですね。お弁当とか手作りですか。いや、買ってきました。この近所でなんかお店とか知ってるとことかあまり知らないですね。周りにお店、ね、ナフコグル。あ、そうか、うん、ありがとう、分かった。まあ、あまりお店が、ね、ないんじゃないかというこの桜の里、大きな団地が広がっているエリアですよね。さあ、この桜の里は、ね、どんなところなのか広いんですが歩いてみます。はい、何個ぐらいあるんだろう、ここ。なんかお家を建てる人の参考になりそうなお家がものすごくありますね。かわいい。あ、こんにちは。この近くに例えばお店食べるとことか、なんかってあるんですかね。住宅街なので。あそこなんかイタリア料理じゃなかったかな。もうそこ、まあ、向こうにおじさんのバイクが止まってるところがあるんだけど。バイクが止まってる。あ、この道ずっと行けばいいんですか。はい。ここに来られてどのくらいなんですか。5年。今何されてたんですか。今ちょっとあの家の補修を。あ、今ちょっと台風で少し被害を受けたんで。台風いつのですか。いや、もう去年だから。あ、そうですか。あ、じゃあ今ですね、直しをして直しを、そうなんだ。ちょっと休みを利用して。あ、いいですね。わ、本当だ。ここはね、なかなかちょっとベンチもあってね、お庭の中、続きみたいな感じで、ちょっとプライベートな感じ。プライベートな桜で、いいですね。最初にね、たくさんの子どもたちと出会ったあの広場の桜、もうこれもいいんですけど、やっぱり桜独り占めするこの場所、素敵ですよね。お宅の前ですね。あ、でしょ、松坂慶子さんです。はい。至る所に楽しい出会いがあるんですよね。子どもたち、ちょうど春休みですから。そうですね。ね、うん、桜の園一丁目。あ、ちょっと国旗があった。あ、ここだ。この桜の里で見つけたイタリア料理店、ちょっと照れ屋なご主人は出演を遠慮されましたけれども、お料理は、ね、作っていただきました。ありがとうございます。桜の里以外のお客様も足しげく通う人気のランチがこちらですよ。ピザとパスタのお得なセット、からし明太子のこのピンクの色がクリームとあって綺麗な色です。
明太子のいい香りがしてます。いただきます。うーん、うまっ。粒っ粒がねちょうどよくって、これはクリームがこれサラッとしててしつこくなく明太子と合うこと。そしてピザです。このグリーンが綺麗ですね。アンチョビがちょっとアクセントになって。いただきます。こんなにいっぱいねそら豆が入ってるから具沢山で美味しい。これさっぱりしてるのでいっぱい食べられますよ。これにスイーツからサラダそしてコーヒーまでついてますからね。さらに単品で頼むならおすすめがもう一つ、こちらのチーズハンバーグライス。もうボリュームたっぷりのハンバーグ、食べ応え十分です。この桜の里のこう静かな風景見ながらおしゃべりが弾むんでしょうね。お母さん、はい、そうです。本当ちょっと赤ちゃんの顔とか見させてもらっていいですか。うわー、あらららら、ら女の子、はい、そうなんだ。お母さんおいくつですか。16です。いや若いよね。なんてお名前ですか。つむぎです。どなたが考えたんですか。旦那です。あ、そう、はい、旦那27です。あ、そう、はい、偉いね。育ててどんな感じ。楽しいです。どんな子に育ってほしいですか。優しい子に。あ、どう、ここ住み心地というか。結構なんだろう、良くも悪くもみたいな感じ。良くも悪くも、うん。まあ、でも子供たちが結構遊びやすいのは遊びやすいんで、うん、ねえ、そうよね、はい、幸せだね。ねえ、知ってるお友達。ここは兄弟です。あ、こっち兄弟、はい、俺はたまたま俺はたまたまそうなの。それで僕のあれです。あ、お姉ちゃん。あ、お姉ちゃん、はい、あ、そうね。あ、じゃああなたはおじさん。おばさん。おじさん、あ、そうか。おじさん、おばさん、うん、あ、そうね。今度何年生になるってこと。4年生です。4年生、うわ、大きい。俺が3年生。3年生。4年生。4年生。4年生です。4年生、4年生。え、双子です。嘘、ちょっと待って、ここなんかすごい、すごい人がいるぞ。俺初めて知った。そうだよ。え、どんな感じ、男の子と女の子の双子って。嫌だ。え、嫌だ。なんでよ。喧嘩するから。喧嘩する、あ、そうか、もうね。もうしかもなんか外に遊びに行くよって、きつい喧嘩家におったら言われる喧嘩や。楽しい学校とか。階段が長いから嫌い。そう、階段が200段以上あるから。うっそ、272段ぐらい。そんなにあんの。え、どの辺、こっち近くないよ。そっから向こうの辺から、うん、でも今は冬休み中なので。冬休みじゃない、冬休みって、あ、春休みか。そうだね、そうだね。子供たち曰くですね、地獄の階段っていうのがあるんだそうですけれども、私はね、ちょっと行ってみましたよ。挑戦しようかなと思って。大丈夫ですか。本当に大丈夫でしょうか。桜の里の団地から子どもたちが通うあぜかり小学校側にはですね、京泊りの団地もありまして、団地と団地をつなぐ階段のことなんだそうです。下校の時に登る階段を私は下から登ってみます。あぜかり小学校の方からですね、ずっと登っていくと階段出てきました。あ、うわ、これね、子どもたちがなんか270段はあるとか言ってた。これ全部見えてないね。あ、先見えません。わ、すごい。270段ぐらいの階段ですか、これ。なんだか分かりません。ずっと走ってるんですか、ここ。あ、一回下って一回上って帰ってます。あ、帰ってるんですか。はい、おー、ここすごいわ。うわー、うわー、絶景。普通に歩いてるよ、子供たち。ちょっと全然見えないんだけど。ちょっと待って、まだある。いや、ちょっとあの子らすごくない。足が痛い。階段はもうない。およいしょ。あ、本当にきつい。あ、きつい。
これをじゃあ朝から朝は桜の里小学校桜の里あの子はここを降りて学校まで行って帰りはここを登って帰るわけですよね。うわーここか。うわあ海が見える地獄の階段本当だ。きつかった今。わあ今崩れ落ちた今。